パンの方に行ってみたいと思います。ここは、鶴橋のコリアンタウンなんですけど、疎開道路沿いにあるスーパーです。まず、これハニーバターチップですね。173円なんですけど、めちゃくちゃこれ美味しいです。韓国行った時はお土産にもね、買って帰ってました。で、道の外にはなんかスナック菓子とかね、ラーメンとかが置いてあります。これは鍋とセットになったラーメンですね。そして辛ラーメン76円であります。私は辛ラーメン辛くて食べれません。あと、これサイダーですね。韓国行ったらこのサイダー飲むとき多いです。ビールとかも飲めないんでサイダー飲んでます。そして冷凍食品とかもあります。では中に入っていきましょう。ここのね、お店のお兄さんすごい優しくて、動画撮っていいですかって言ったら、いっぱい宣伝してくださいって言ってました。中の方にはめちゃくちゃラーメンがいっぱいあって、カップヌードルとかもカップ麺とかもいっぱいありました。なんかどんな種類とかよくわからないんで、とりあえず、いっぱいあるなと思いながらこうやって撮ってます。ですね、なんか BTS ですか、これレモナっていうレモネードみたいなやつみたいなんですけど、よくわからなかったです。で、なんか買ったらなんかもらえるみたいなやつでした。はい。そしてこれはサムゲタンとかそのまま温めて食べれるやつですね。それとなんかコムタンとかスープとかも売ってたりしました。そしてこちらの方はコチュジャンですね、タレみたいなのが売ってます。そしてごま油、これ絶対韓国で安いんちゃうかなって思うぐらい安かったですね。あとですね、これおすすめのハニーマスタードです。これ後で買おうと思います。これね、鶏肉とか豚肉につけたら美味しいです。そして、飲み物ですね。これ多分水なんですけど、これ BTS ウォーターバッチ付きということで、BTS 好きは買うんでしょうかね。はい、こっち、カップヌードルですね。カップのなんかご飯ですか？はい、ラッポギ。これライフ、スーパーのライフにも売ってて結構美味しかったです。で、お餅トックとかが売ってます。ここは韓国のスーパーと一緒な感じですね。はい、で、これがレモナドリンクとか高麗人参とか生姜とかのいろんなドリンク、コーン茶とかも売ってました。で、この一番下のやつ、これミチョって読むんですけど、カラマンシー味、ここには売ってなかったんですけど、すごいおすすめです。私毎日このミチョを炭酸水で割って飲んでます。いちごとか、アップルとか、これは新しい味だと思うんですけど、ありました。はい、それで、これがお菓子のコーナーですね。スナック菓子がいっぱい売ってありました。リアルブラウニー、これも有名ですよね。そしてそして私が大好きなお菓子、これです。この左上のバターワッフルっていうクッキーみたいなやつなんですけど、これめっちゃ美味しいです。もう絶対韓国行ったら買って帰ってます。はい、そしてここにもハニーバターチップがありました。で、反対側には飲み物がいっぱいありました。マンゴージュースとかアロエのジュースとかですね、あと
柚子茶とかもあったりして、あ、これはハニーバターアーモンドですか。これもあのめっちゃ売れてますよね。そしてこっちがね、あのこのカップがおかゆ、コンビニとかでよく買って食べてました、韓国のコンビニね。そして飲み物が冷やされたやつが売ってるので、すぐ飲むこともできます。トウモコシのひげ茶はさっぱりして美味しいですよね。買った人は BTS のポスターがもらえる、そして海苔のコーナーですね。これ韓国の料理ですよね。そのまま食べたりするのも好きです。あとね、このふりかけのやつもね、ご飯に食べかけたらすごい美味しいんですけど、いろんな種類がありました。なんか韓国で買ってもこれぐらいの値段したような気がするから、なんか絶対ここで買った方がええんちゃうって思いました。おすすめです。ですね、はい、鶏肉とかに豚肉とかにかけたら美味しいです。マスタードが私嫌いなんですけど、これは食べれます。そして、牛骨コムタン、これはポーションになってて、それをお湯でお湯とか入れてするというやつになります。で、これが大好物のバターワッフルです。はい、このバターワッフルはですね、5個入ってます。そしてこの一袋の中に、はい、3枚ずつ入ってまして、1枚がこんな感じになります。むちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。はい、それとこれが梨ジュースになります。はい、236ml ですか。なんかちっちゃい、236、小さい瓶、缶になります。うんと、はい、そして入れますと、これちっちゃいコップなんですけど、はい、いっぱい入りました。うわ、美味しい。梨の果汁、果肉、果肉が入ってて、さっぱりしてて美味しいです。本当に美味しいです。はい、値段なんですけど、これが70円。そしてこれが375円。そしてこれが330円。このハニーバターのクッキーが228円。これ韓国より安いんちゃうかとちょっと思ってしまいました。まあそんなことはないかな、よくわかりません。はい、全部税抜きです。